ハロー板橋、修造です。今日はですね、上板橋駅南口近くにオープンした牛タンカレー新田さんに来ております。こちらはですね、同じ商店街にある東北酒場新田さんが運営しているカレー専門店なんですね。牛の下、タン、すごいですねこれ、目立つなこれは。で、こちらのですね、トッピングがめちゃくちゃたくさんあるのがなんか特徴みたいなんですよね。すごい数。牛タンカレー660円、牛タンカレー選べる3種トッピングが990円、甘口、中辛、辛口が選べて、単品のトッピングでも選べるんですね。どれが一番人気もあります？追い牛タンというものだった。追い牛タン、はい、牛タンが好きな人にはやっぱり好きなみたいで、はい、左のメニューがやっぱり人気があります。あ、そうなんですね、はい、はい、失礼します、はい、お待たせいたしました、牛タンカレーの大盛りと追い牛タンの、はい、ありがとうございます。はい、チキンカツですね、はい、お待たせしました。すげえ、結構やっぱ大盛りにすると量多いですね。で、こちらが、チキンカツに、多分ね、見えないけどこの中に牛タンがたくさん入ってると思います。うん、なんかスパイスのいい匂いがします。うん、これね、端っこ食べただけでも牛タン入ってたから見えないけど結構な量の牛タンが入ってますね。すごいすごい量だ。お肉のね、感触がめっちゃゴロゴロしてますね。見にくいかもしれないけど牛タンがたくさん入っているところ行ってみたいと思います。うん、うまい。牛タンめっちゃ入ってる。こちらがチキンカツですね。だいぶ肉肉しいカレーにトッピングしちゃったんですけど、肉好きなんで。カツとカレーのコンビはもう間違いないですね。驚愕レベルの牛タンの量もすごいんですけど、濃厚でコクのあるカレー、野菜がたくさん溶け込んでるみたいな、そんな感じですね。とろみも結構ある感じのカレーです。これすごいですよね、この牛タン。なんでその東北酒場新田さんが牛タンカレーのお店をやるってことですか？東北酒場新田と、まあ、別で、はい、もう一個今焼肉店を持ってまして、そこの牛タンを使ってカレーを作りたい。なるほど、そういうことだったんですか？まあ、コロナ的にもこういう業態の方が、そうですね、まあ、お持ち帰りで持っていかれる方が多いので、はい、はい、お疲れ様です。おはようございます。おいしかった、お腹いっぱい。板橋タイムズは東京都板橋区に特化して情報を発信しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。